はい、どうもどうも、こじまです。今日のイラスト紹介コーナーは、ニーナちゃんのイラストです。さあ、どんなイラストかと言いますと、こじまっちが隅っこのみんなとお花見しているところだって、みんな三色団子を持っているそうです。持ってます。三色団子って中身あんこ入ってるんかな？あんこ入ってたら私食べれないので、あんこ抜きでお願いします。さあ、イラスト見ていくと可愛いですね。私の隣は猫ちゃんです。と白クマも一緒に座っております。とんかつとエビフライの尻尾ちゃんがわーいって遊んでおりますね。トカゲも持ってます。そして、右の隅っこの方にはペンギンとさらに近くにタピオカがいます。そう、タピオカがね、このイラストの中に3匹いるそうです。ペンギンの隣と桜のところにぶら下がってるのとお空の方にねポイーンってしとる子3匹早くも私が見つけてしまいましたチューリップに囲まれ桜吹雪に吹かれ三色団子を持ってみんなでバイバイしてる、とても楽しそうなイラスト、ありがとうございます。ニーナちゃんの作品でした。皆さんお花見行きましたでしょうか？私の家はなんと桜に囲まれておりますので、家の中からお花見ができます。それではまた別の動画でお会いしましょう。今日の作者はニーナちゃんでした。また別の動画でお会いしましょう。ならねー。